どうも、皆さん、工藤でございます。本日は2022年7月の28日です。はい。木曜日ですね。はい。現在の時刻は朝の6時28分でございます。はい。というわけで、まあ今日もやっていくんですが、ですね、まあ昨日に引き続き、ちょっとね、マイクの設定なのかわかりませんが、まあ、音がね、なぜか、まあ、割れている可能性があります。はい。相変わらずなぜかね、原因が。昨日ね、ちょっと改めて聞いたんだけど、理由じゃないけど、原因ね。がね、もうちょっと私あんまり滑舌が良くないので、ちょっとあんまりね、聞き分けできなかったかもしれないんだけど、はい。まあなぜかね、こう、マイクの入力がめちゃくちゃでかくなってて、今もね、ちょっとだいぶ音割れしてる可能性あるんですけど、なんだろうね、わかんないんだよね。ちょっと未だに原因はわからないんですけど、まあ昨日ね、ちょっとこう、なんだろう、編集加えて、まあ、今ね、こう、Adobe Audition で収録して、最近の配信は Adobe Audition で収録して、それにこう、エフェクトかけてね、こうコンプレッサーかけたりとかしてから配信しているので、まあ、その、元の音声よりは少しは聞きやすくなってるかなっていう気はするけど、まあ、でもなんか、ここ最近の配信と比べると若干ね、やっぱ、ん?っていう、なんかちょっとこう、イヤホンで聞くと余計わかりやすいんだけど、スピーカーとかで聞けばあんまりわかんないかもしれないんだけどね。はい。結構イヤホンで聞くとね、BGM も入ってるから、まあ、そんなに気にならないかなとは思うんだけど、でもやっぱり、ちょっと影響は出てるなっていう気はしますね。本当にわかんないんだよね。原因が。本当に。原因ね。原因じゃなくて。はい。というわけで、まあ、今回もね、ちょっと音質あんまり良くないかもしれないんですけど、いつも通りやっていきます。はい。で、今回は何のお話をするかと言いますと、まあ、やっとっていう感じなんだけど、2022年の春アニメ。今年2022年の4月から、4、5、6と3ヶ月かけて入っていた、春アニメの、まあ、総振り返りの、パート1というか、前編ですね。をやっていきます。はい。で、これまでにもですね、クドラジでは、まあ、クドラジ始めたのまだ1年ちょっとぐらいなんで、まだそんなに回数重ねてるわけではないんですけど、まあ、マイクールごとに、アニメね、マイクールごとに、私、20作品以上はね、大体見てるんで、で、全部ね、見終わった、最終回まで見終わったタイミングで、そのクールの見たアニメ、すべての感想をね、お話ししてきたんですけど、はい。で、2022年の春アニメはですね、まあ、大体30作品くらい、あって、で、一番最初ね、そのアニメのね、総振り返りやった時は、一回の配信で全部喋ろうと思ってやって、ちょっと何作品あったかは覚えてないんだけど、もう普通に1時間をね、オーバーしそうになって焦るっていうことになって、で、それを、考慮して、次のね、クールの時には、前編後編って分けて、2回に分けたんだよね、確か。だからまあ、だいたい15作品ぐらいずつにね、なってたと思うんですが、それでもね、やっぱ結局、1時間1時間になって、結局2時間もののね、まあ、長編配信に、まあ、一回ずつに分けてはいるんだけどね、前編後編で分けてはいるんだけど、まあどちらにせよ合わせると2時間超えのね、まあ、長い配信になってしまったということで、で、今回はですね、まあ30作品あるということで、前編、中編、後編に分けようと思います。はい。なので、3部作の、
まあ、まただいぶね、長編になっちゃうかなとは思うんですけど、うん。まあ、1時間はいかないんじゃないかな。前編10作品、中編10作品、後編10作品みたいな、分量にはなるとは思うんで、まあ、時間がどのぐらいになるかはわかんないですけど、うん。まあ、1時間は超えない程度になるかなとは、思うんだけどね。うん。私の配信ね、もう私自分でね、短くまとめるつもりでって言うんだけど、結局いつもね、だいぶボリューミーな配信になりがちなので、ちょっとあまり信用しないでほしいんだけど、うん、自分で言うのもなんだけどね。はい。なので、今回2022年の春アニメは、前編、中編、後編、というふうに分けて、前編10作品、中編10作品、後編10作品、まあ、大体ね、大体そのぐらいの数で、やっていこうかなと思っております。はい。で、今回はその前編、まあ一番最初のね、前編ということで、10作品を紹介していきたいと思います。はい。まあね、もう7月もね、28日になって、もう夏アニメもね、もう出揃ってきていて、まだ出てないやつで言うと、フード探偵とか、うん。あとは、まあ、ちょっと特殊ではあるけど、ネットフリックスの掛け狂いがね、8月からまた入ったりとか、うん、するんで、まあ、全部出揃ったわけではないんですけど、でももう夏アニメもね、もう3分の1が、うん、もう終わっている、この状況というか、この時期にね、こう、2022年の春アニメを振り返って意味があるのかと言われるかもしれないんですけど、うん。ただね、格好の言い名付け、っていうアニメが2022年の春から入ってて、それがね、こう、だいぶ結構、配信が遅くて、始まるのが、春アニメの時にね。で、それがね、ワンクール目が終わったのが結構最近なんだよね。うん。過去の稲付け、実は、今期、2022年の夏アニメの、アニメとしても、2クール目がもう入ってます。はい。まあ、なので、カッコーの言い名付けのね、ワンクール目が終わるのを待ってたんですよ、実は。うん。で、待ってて、まあ、ちょっとね、このぐらいの時期になっちゃったんですけど。はい。まあ、でも、カッコーの言い名付けのワンクール目は終わったのもだいぶ前だけどね、1、2週間ぐらい前じゃないかな。まあちょっとね、仕事の関係とか、はい、他の、まあ、はい、話したい内容とかのね、兼ね合いもあって、ちょっとだいぶ遅れてしまったんですけど、うん。はい。2022年の春アニメの、前編のっていうか、まあ、10作品紹介していきたいと思います。はい。ちなみに特に、ね、なんていうの、順番とかはもう、結構バラバラなんで、本当に私が見た順番みたいな感じかな。うん。やっていくんで、ちょっと何の作品が出るのかは、まあ、お楽しみって感じで聞いてもらえたらいいかなと思います。はい。よし。じゃあ、それじゃあね、早速やっていきましょう。はい。じゃあ、2022年春アニメの、私が視聴した作品。まず一作品目はですね、ヒーラーガールでございます。ヒーラーガールね。うん。こちらはですね、オリジナルアニメーションになっております。はい。この前ね、私、お便りいただいて、オリジナルアニメーション紹介してくださいと言われて、まあ、いろんなオリジナルアニメーションを紹介させてもらったんですけど、その配信の中ではちょっとお伝えはしなかったんですが、はい、こちらのヒーラーガールは、オリジナルアニメーションになっております。はい。まあ、特徴としては、あれだね。あれだ。確かね、第1話を見た感想の時に言った、第1話じゃないな。第2話だったかな?いや、第1話の感想としてではなくて、ヒーラーガールの中にね、青森にある、太宰治記念館っていうのがあるんですよ。私も一回だけ、リアルで行ったことがあるんだけど、青森県のね、五所川原だったかな?うん。っていうところにあって、太宰治いるじゃないですか。有名だね。あの人が、確か幼少の頃住んでた、まあ、ガチの、お家、まあ、屋敷っていうのかな、うん。っていうのが、まあ、青森県にあるんですけど、まあ、それを、太宰治記念館だったかな、うん。まあ、今はね、要は、太宰治が幼少期過ごした屋敷ってことで、まあ、観光地みたいになってるんですけど、それがね、もうモデルになっていて、その太宰治記念館の屋敷、うん。
太宰が過ごしたその屋敷自体がもう、なんていうの、モデルになって、そのヒーラーガールのアニメの中に出てくる、そのヒーラーガールたちが、働く、あれなんていうんだ、診療所か。診療所がその太宰治記念館のモデルになってるんですよ。うん。だからね、要所要所にね、その太宰が住んだ屋敷のね、こう、ワンシーンっていうかカットがね、入ってて、うん。なんかこう、青森県民としては、ちょっと誇らしい気持ちではあったんですけど、うん。あのこのアニメはね、ヒーラーガールっていう、まあ、タイトルにもあるように、まあ、いわゆる、まあ、病院違うな。なんていうのか、医者じゃないんだよね。歌で人を癒す、まあ、職業というか、うん、っていうのが、まあ、一般に普及してるっていう世界観。うん。医者とは別なんだよね。医者とは別に、歌を歌うことで人を癒すというか、治療をするっていう音声医療だったかな、ちょっと名前忘れたんだけど、音声医術だったかな、なんかそういうのがもう一般に普及してるっていう世界観で、うん。で、その、音声医療を施す人を、確かヒーラーガールっていう風に、ヒーラーだったかな、ヒーラーっていう風に言うんですけど、そのヒーラーになるために頑張る、見習いヒーラーたちのお話が、まあ、このヒーラーガールというアニメになります。はい。まあ、そうだね。アニメ全体の感想としては、まあ、オリジナルアニメーションっていうのもあって、前にも言ったんだけど、当たり外れがね、オリジナルアニメーションは結構、まあ、どっちかっていうと外れの方が大きいっていう話はしたんだけど、うん。まあ、外れっていうほどではなかったかな。うん、なんか、まあ、普通に、ね、私全部見ましたし、うん、なんか途中なんか、まあ、ぐだるっていうほどのことでもなかったしね。特別面白いかと言われると、まあそこまででもないんだけど、うん。まあ難しいとこではあるんだけどね、うん。はい。まあそうだね、星5の満点で評価するんであれば、まあ星 3.5 ぐらいかな。4はちょっと上げられないかなぐらいの、うん、感じですね。4はだいぶ面白い、うん、部類に入ってくると思うんだけど、個人的にはまあ星 3.5 ぐらいかな。うん。まあ普通よりは、ちょっと面白いかなぐらいですね。うん。ちょっとその、なんだろう、アニメの作画の部分に関しても、ちょっとこう不安な部分がね、あったりもしたかな。うん。あとは、そのミュージカルがいきなり始まるんだよね。そう、ちょっと独特なんだけど、なんか急にね、こう、ミュージカルみたいに、歌を歌いながら会話するみたいなシーンがね、多々あって、まあ、その辺はちょっとね、他のアニメにはね、面白いところかなとは思うんですけど、うん。ちょっと癖があるね、アニメなんで、まあ、結構人を選ぶのかなっていう気はしますね。はい。というわけで、ヒーラーガール。一つ目の作品はヒーラーガールでございました。はい。じゃあ、続いていきましょう。続いては、ラブライブ虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会のテレビアニメの第2期でございます。はい。まあ、いわゆるラブライブですね。はい。まあ、2022年の夏アニメにもね、ラブライブ、スーパースターのね、2期が入っていますけど、まあ、このラブライブ虹ヶ崎スクールアイドル同好会は、ラブライブシリーズで言うと3作品目にあたる作品ですね。うん。はい。で、まあ、これもね、結構何回か、まあ、クドラジでも取り上げているし、まあ、ちょこちょこ言ってるんですけど、ラブライブシリーズの中では、やっぱり、ちょっと異色な作品になっています。はい。普通のって言ってんだよな。1作品目、2作品目で、今入ってるスーパースターについては、まあ、いわゆる普通の学校で、その学校でスクールアイドルを結成して、ラブライブに出場して、まあ、学校の復興っていうか、なんだ、存続を目指すみたいな、まあそういうのがメインのお話だったりするんですけど、この虹ヶ崎学園のスクールアイドルに、ラブライブに関しては、まあそういうのはちょっとね、なくて、うん、まあ普通にマンモス校なんだよね、確かね。確か、マンモス校で、その中で、まあスクールアイドル
の、要は、タイトルにもあるよね。同じタイトルにも書いてあるからわかると思うんだけど、まあ、あくまでも同好会なんだよね。うん。スクールアイドルが大好きな人たちが集まった同好会っていう感じ。うん。で、最初はね、確かね、一期の方かな。一期の方の話で、まあ、ラブライブを目指そうってなるんですよ。うん。でも、なんかね、みんな個性が強すぎて、その、一つの、こう、なんだ、チームというか、なんていうの、ユニットか、として活動するのは難しいんじゃないかということで、もう一人一人がね、もう、スクールアイドル、要は、ソロスクールアイドルとして、活動しようよっていうのが、まあ、この、虹ヶ崎スクールアイドル同好会の、なんていうのかな、テーマというかね、うん。お話になってくるんですよ。うん。だから一期見てきた方はわかると思うんですけど、あのね、ユニットになって、なんつうの、歌歌ったりっていうのが、まあ、ほぼなかったんじゃないかなと、記憶してるんですけど、うん。オープニング、エンディングはね、みんなで歌うんだけど、あのね、一期のお話では、ユニットで、二人以上で歌ったりとかっていうのはほとんどなかったんじゃないかなと思います。はい。で、今回満を持して、その2期がね、始まったというか、まあ、やってたわけですけど、うん。ついにね、2期になって、ユニット組み始めましたよね。うん。ついに、ソロの、アイドルとしてだけではなく、ユニットがついに生まれ始めました。うん。全部で、ね、何人だったっけな ?2 期からね、新しく、まあ、ランジュちゃんとか、あと名前なんだっけな。3人ね、新しくメンバーが入ったんですよ。名前が忘れちゃったな。ちょっと名前忘れちゃったんだけど、まあ、新しくメンバーが3人かな?うん。ランジュちゃん含めて3人入って、また人数が増えたんですけど、で、その人数じゃない、その3人も含めて、なんか、こう、いろんなね、ユニットが。何ユニットぐらいだっけ ?4 人、4ユニットぐらいだったかな?確か。確かね。で、出て、で、ユニットの楽曲もあったり、まあ、MV というか、うん、出たりしたんですけど、で、最後の最後には、まあ、全員で歌う、うん、虹ヶ崎スクールアイドル同好会として、歌う、まあ、曲なんかも出たりしていた感じではありますね。なんかもう、やっとかーっていう、うん。まあ、やっまあ、個人的にはやっぱり、私はね、私の個人的な、まあ、趣味というか、思考の問題なんだけど、やっぱりこう、みんなで何かをこうやったりしてるのを見るのが好きだったり、ね、これまでのラブライブシリーズってやっぱそういうのだったから、うん、一人一人、まあ、ソロのスクールアイドルもいいんだけど、うん、いいんだけど、やっぱりこうみんなで歌うみたいなのがやっぱ好きだったから、やっとかっていう感じではありましたけどね。うん。まあでも、やっと2期でね、ほんと最後の最後にみんなで歌うシーンなんかもあったりして、はぁっていう風な感じで、最終回を迎えて終わった感じではありますね。はい。まあでもやっぱアニメのクオリティとしてはね、やっぱこうラブライブは、まあ、なんだろう、人気作品っていうのもあって、ね、だいぶクオリティの高い、うん、アニメだったんじゃないかなと思います。はい。以上。ラブライブ虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会テレビアニメ2期の感想でございました。はい。じゃあ続いてはですね、コミさんはコミュ症ですでございます。はい。でこちらはね、ネットフリックスでしか見れない作品になっております。はい。ネットフリックス独占配信の作品ですね。でしかもこちらはですね、アニメ2期ですね。2期かな、うん、2クールって言った方がいいのかな、うん、2クール目の作品になっていて、1クール目はいつだったかな、2021年だったかな、秋アニメかなんかで入ってたと思うんだけど、確かね、違ったかな、あ、そうだね、2021年の秋だね。だから去年の10月ぐらいから、はい、1クール目が入っていた作品で、はい、ね、もともと漫画原作がすごい人気があって、で、ネットフリックスで独占配信という形でね、アニメが入っていたんですけど、まあ、相変わらず面白かったね。うん。
私 Unext でね、原作の方を6巻までかな、読んでたんですけど、アニメの1クール目は、それこそ漫画の6巻かな、うん、までアニメ化したので、私が原作を読んだところまで、一気でもう全部アニメ化されたんですよ。うん。みんなで、クラスのみんなでカラオケに行く話だったかな、確か。うん。一期の最後、最終回は、クラスのみんなでカラオケに行って、なんか、そのまま、カラオケの歌がそのままエンディングになってて、みたいな感じでね、ワンクール目が終わったんですけど、はい。で、今回2022年の春アニメで入ったコミさんはコミショーです。ツークール目は、まあ、原作で言うと7巻からだったかな。うん、からのお話。なので私も原作全然読んでない。内容何も知らない状態の、はい、アニメでしたね。はい。具体的に行くとなんだろうな。修学旅行編とかもあったかな。うん。あったりして。まあ、私原作読んでなかったんで、まあ、新鮮な気持ちで見れたし、まあ、相変わらず、まあ、なんだろう、ネットフリックスがお金出してるからなのか、まあ、アニメのクオリティは高かったよね。うん、オープニング、エンディングの映像から始まりね。うん。やっぱ他のアニメのオープニング、エンディングとはちょっと、なんかクオリティ違うなっていう感じはしましたね。うん。まあ、今回のその2クール目で、なんかもう、まあ、一通りアニメは終わりみたいな雰囲気だったので、まあ、おそらく続きはないとは思うんですけど、うん。今回の、まあ、2クール目、で、おそらくアニメは、まあ、終わりなんじゃないかなと思っております。はい。まあ、ものすごいね、人気があるとか、なれば、まあ、可能性はないこともないで、とは思いますけどね。うん。でもやっぱね、めちゃくちゃ面白かったしね。はい。まあ、コメディだから、まあ、そのなんだろうね、何かでかい物語があって、ここで完結っていう感じではなくてね。うん。まあ、小見さんが、友達を100人作るっていう、まあ、でかい目標はあるけど、うん。まあ、その2クール目の最終回で全員100人友達にできたかっていうと、まあ、そういうわけではなくて、うん。まあ、まだまだ原作も続いてるんじゃないかな。うん。というわけなんで、まあ、とりあえずアニメはここで一旦終わりと言った終わり方でしたね。はい。なので、まあ、そうですね。まあ、コメディ好きな人は、ぜひね、見てほしいなと思いますね。うん。私もゲラゲラ見て笑ってましたけどね。うん、本当にアニメのクオリティも高かったし、めちゃくちゃおすすめです。まあ、ただ、ネットフリックスのね、独占配信っていうのがちょっとネックなんで、うん、ネットフリーを契約してない人はちょっと見れないとは思うんですけど、まあ、興味のある人はネットフリーもね、契約して見たらいいんじゃないかなと思います。はい。OK。というわけで、コミさんはコミショーです。でございました。はい。じゃあ、続いてはですね、処刑少女のバージンロードでございます。はい。生きる道と書いてバージンロードだったと思います。確か。うん。最初ね、普通に処刑少女の生きる道って言ってた気がするんだけど、確かバージンロードって呼ぶんだよね。うん。これはですね、まあ、そうだな。見てて思ったのは、おそらくですけど、私の予想ね。まず、第1話で、度肝を抜かれて、度肝を抜かれるんですよ。まあ、見たらわかるんだけど、ネタバレにならないように注意しないとね。うん。ネタバレにならないように注意すると、第1話で度肝を抜かれて、あれ？このアニメ、こういうアニメだ、なんだ、みたいな。タイトルにして、タイトル見る感じ。あ、私ね、ちなみに原作とか一切読んでないからね。うん。何もわかんない状態。PV とかも何も見てない状態ね。うん、状態で見て、あれ、なんか名前、こんな、なんか処刑少女とか言ってるけど、なんか意外とファンタジーな、なんか、ほんわかアニメかなと思っていたら、度肝を抜かれる。うん。第1話でね。第1話で度肝を抜かれます。はい。で、そして、しばらくね、2話、3話、4話と見ていくんですけど、この辺はね、ちょっとね、個人的にですけど、まあなんか、結構見るのやめちゃう人いるんじゃないかなと、感じました。うん。
でもないのかな、どうなんだろう。私ね、この処刑少女のバージンロードに関しては、あのね、ちょっと何話か忘れたんだけどね、ちょっと待ってね、調べてみようか。処刑少女何話だったかな、処刑少女のバージンロードでしょ、これのね、そうだな、第6話かな。うん、第6話、ことガルムっていうところに、あの、まあ、行くんですけど、うん、あの、その話が結構面白くて、そのあたりのね、ことガルムで起きる時の、時っていうか、ところの話が結構個人的に、あの、面白くて、うん。あの、その辺はね、こうずっとハマって、あ、めちゃくちゃ気になるな、次回どうなるんだろうって思ってたんだけど、それまでの部分がね、若干こう、個人的にはね、なんていうかな、まあ、ちょっと微妙って言うとあれだけど、そう、本当にって感じだったんだけど、まあ、面白くないわけじゃないんだよ。面白くないわけじゃないんだけど、そこまですごい盛り上がったかっていうと、そういう感じではなくて、個人的にはやっぱそのことガルムでの話がね、すごい面白かったから、でそこからこう、なんか、わえって、なんか、どうなんのこの二人の旅は、みたいな、感じだったからね、ちょっとその辺がやっぱ面白かったなっていう印象ではありますね。コトガルムの後、なんだっけ、港町だっけ、港町リベールだったかな、っていうところに行って、そのリベールっていうところでね、またお話が展開されるんですけど。まあ、あのね、このアニメ、グロいですよ、結構。特にそのリベールの町で行われる戦いというか、はもうグロいの極みだったね。なので、あの、まあ、タイトル見てわかるとは思うけど、ちょっとあまりそのグロい作品が得意ではない人は、まあ、あまりおすすめはしないかな。明るい作品ではないね。全然明るい作品ではないです。はい。あの、1話でちょっと勘違いさせられるんだけど、もう度肝を抜かれるんで、まあ、覚悟しといた方がいいかなと思いますけどね。まあ、タイトルが、ね、タイトルなんで、まあ、そこまでね、まあ、なんだろう。疑う人もいないのかもしれないけど、これでタイトルがさ、めちゃくちゃほんわかしたタイトルだったら、あの、私みたいに結構度肝を抜かれる人いるんじゃないかなと思うけどね。はい。まあ、なので、まあ、アニメとしてはね、普通に、まあ、面白かったっちゃ面白かったけどね。ただ、2期があるかどうかは、ちょっと微妙かなっていう感じはしましたね。まあ、グロいのもあるし、そうだな。ちょっと、難しいとまではいかないけど、なんだろう。ただ、続きがある、まあ、あの、終わり方としてはね、続きありそうな終わり方だったけど、あの、まあ、アニメ2期はないんじゃないかなと、個人的には思います。はい。まあ、入ったら私は見ますけど、まあ、万人におすすめできる作品かと言われるとちょっと微妙ですね。はい。というわけで、処刑少女のバージンロード、生きる道と書いてバージンロードでございました。はい。じゃあ、続いてはですね、バーディーウィング、ゴルフガールズストーリーでございます。はい。はい、来ました。バーディーウィング。はい。あのですね、私、このバーディーウィング結構一押しの作品となっております。はい。で、最初に言っておくと、このバーディーウィングね、完結してません、まだ。はい。まあ、公式サイトとかね、見ていただければわかるんですが、このバーディーウィングゴルフガールズストーリーはですね、2022年の春アニメでワンクール入って、続きがですね、2023年だったかな。の春だったかな、ちょっと忘れたんですけど、確か2023年だった気がする。に、続きが入ります。なので、まだ完結してないんですよ。だから、あの、まあ、正直、この、今回の回で、あの、感想うんぬん、ま、言うのもあれかなと思うんですけど、完結してないからね。ただ、あの、ワンクール目をね、とりあえず一通り見た私の感想としては、あのね、ぜひ見てほしい。これね、
まあ、オリジナルアニメなんですよ。うん。オリジナルアニメーションで、この前ちょっと紹介しなかったんだけどね。まだ終わってなかったのもあるし。うん。このアニメね、オリジナルアニメなんだけど、いわゆる、このアニメ、面白いのか面白くないのかっていう、こう判断が、ね、難しいアニメかなと思ってて、で、私はワンクール全部見て、面白いと判断しました。はい。なので見てない人ね、ぜひ見てほしい。まあ、タイトルにも書いてるように、ゴルフのアニメなんですよ。ゴルフをする女の子のアニメ。まあ、女の子って言うと、まあ、女の子か。女子高生だから、まあ、女の子か。うん。なんですけど、私、ゴルフのルール、なんもわかんないけどね。うん、なんもわかんないけど、それでも楽しめたから、うん、ゴルフのルールわかんないよっていう人にもおすすめですね。うん。まあ、なんか、なんだろう、私、ゴルフのルールって、いわゆるその、ゴルフボールを、カップ、要は穴にさ、ゴールに、より短い、打数というか、ね。それこそ一回で打って入れたらホールインワンっていう、じゃないですか、多分合ってるね。ホールインワンだよね。うん、ホールインワンがまあ多分一番、まあ最高なんだろうけど。より少ない打数で、要はボールをカップに入れたら、まあ強いみたいな、それぐらいのニュアンスでしか私、ゴルフのルール知らないんだけど。うん。でもそんな私でもね、本当に楽しめた作品なので、マジでおすすめ、これ。うん。まあ、まだね、2クルメ入ってないから、ね、本当にね、早く続き見たいなって思わせてくれる作品ですね。うん。ね、正直言っちゃうと本当にね、第1話、2話ぐらいで、マジでね、見るのやめようかなと思ったんですよ。うん。まあ、理由は単純で、いや、俺、ゴルフ知らねえし、みたいな。ゴルフみたいな。ゴルフのアニメみたいなね。ちょっとありました。はい。正直言うとね。ゴルフのアニメって面白いみたいな感じだったんだけど、ね、なんだろう。1話見て、いや、これは別にいいかなって思ったんだけど、2話、3話をなんとなく見ていくうちに、あれ、いや、普通になんか、こういう風に言うと変だけど、見れてるぞっていう。なんか、いや、普通に見れるぞ、このアニメと思って。うん。まあ、この後ね、まあ、この後っていうか、今日は出てこないかなと思うんですけど、やっぱりね、アニメねって、何話か見ていくうちに、なんかちょっと飽きてくるというか、いやー、このアニメやっぱもう見るのいいかなっていうの、やっぱあるんですよ。うん。あります。2022年の春で言うと、2作品ぐらいかな。うん、2022年の夏アニメに関してはね、もっと多いっちゃ多いんだけど。うん。結構そういう作品あります。はい。あるんだけど、今回のそのバーディーウィングに関しては、まあ、2話、3話、4話と見ていくんだけど、なんだろうね。なんか、見れちゃうんですよね。なんか。で、結果的に最後まで見切って、いや、このアニメ普通におもろいぞと。うん、なったので、うん、もちろんその全員が全員そうではないと思うけど、でもゴルフのルール何もわかんない私が見てもやっぱ面白いと思えたので、結構面白い作品なんじゃないかなと個人的には思うんですけどね。うん、意外とね、だからね、見逃してる人多いんじゃないかなと思います。このバーディーウィング。うん、2022年の春アニメの、まあ、ダークホース的なアニメだったんじゃないかなと。うん。まあ私ね、アニメ、たくさん見てますけど、大半ね、あんまり前情報とか仕入れずに見るタイプなので、うん。まあ、どれだけね、こう宣伝されてたのかちょっと知らないですけど、まあオリジナルアニメっていうのもあって、なんか、ね、まあさっきも言いましたけど、当たり外れが大きいから、オリジナルアニメってね。うん。ただ、バーディーウィングはね、当たりだったんじゃないかなと思いますよ。話のね、ざっくりとした内容としては、なんていうのかな。裏世界と、まあ、表世界。まあ、いわゆるその、なんていうの、まあ、表世界のゴルフっていうと、私ゴルフの大会とか全然わかんないからさ、本当は、あれなんだけど、いわゆる本当、私たちがテレビとかでさ、なんか、なんとかカップとかの大会で優勝しましたとかで取り上げられたりするじゃないですか。まあ、あれがいわゆるその、表の世界の、
あのゴルフなんだけど、このバーディーウィングの中にはね、裏世界のねゴルフが出てくるんですよ。うん。まあ、主人公がね、まあ主人公、まあ二人、うん、メインのキャラが二人、女の子なんですけど、出てきて、一人は表世界でもう、なんか、もうサラブレッド的な、すごい強いね、ゴルファーの女の子がいるんですけど、で、もう一人の女の子は、まあ、裏世界でゴルフをやって、で、強いんですよね。が、その、ん?ゴルフが強い、裏世界で強い女の子なんですよ。うん。で、裏世界のゴルフって何っていうと、まあ、要は、あの、なんだ、マフィアとか、うん。なんか、のところでやる、要は、ギャンブル的な、うん。ね、ギャンブル的なゴルフっていうのかな。金をかけて、あの、どっちが勝ったら、なんか、うまいじゃないな。まあ、私、海外が舞台だったかな。うん。そう。まあ、裏世界のね、そういうマフィアとか、がやる、要はギャンブル的な、うん。ゴルフをやるんですよ。もう一人の主人公はね。うん。で、その子が、まあ、最初描かれていて、で、裏世界で活躍してたゴルファーが、表世界に出てきて、で、さっき言ったもう一人の女の子と出会って、うん、みたいな。そういう話。うん。だからね、結構ね、成り上がりみたいな感じもあるんですよ。裏世界でめちゃくちゃ活躍してた、まあ、ゴルファーが表世界に来て、まあ、どれだけ活躍できるか、みたいなさ。うん。感じですね。まあ、なんかあの、ジャンプのさ、ジャンプのって言って、あれかな。あの、黒子のバスケってあったじゃないですか。バスケのアニメ。うん。あれも、まあ、バスケもやっぱさ、ストリートバスケみたいなさ、あるじゃないですか。ね。まあ、なんか表世界で言うと NBA みたいなさ、ね。大舞台な感じするけど、まあ、その裏でやっぱストリートバスケみたいな、うん。なんか、スラムじゃないけど、スラムとかそういうなんか、ね、ところで行われてるような、まあ、ストリートバスケみたいな選手が、こう、表舞台に出てきて活躍するみたいな、ね、まあ、そういう話もあったりするけど、まあ、それにちょっと似てんのかなと、うん。まあ、ストリートゴルフじゃないけど、うん、まあ、裏世界の主人公が、まあ、いろんな理由があって、表世界にね、乗り出していって、で、もう一人の主人公と掛け合わさって、まあ、どんな展開になっていくのか、みたいなね、話がね、めちゃくちゃ面白いんだよね。なので、本当にね、何度も言うけど、今回のそのバーディーウィングオリジナルアニメーションですけど、マジで面白いんで、まだ見てない人は、ぜひ、うん、見逃してる人結構いるんじゃないかな。はい。個人的におすすめ作品、ですね。2022年の春アニメの中でも。うん。はい。というわけで、ちょっとだいぶ熱く語ってしまいましたけど、バーディーウィング、ゴルフガールズストーリーでございました。はい。あ、ちなみにね、オープニングとエンディングも結構個人的に好きです。はい。オープニングはね、広瀬香美さんがね、歌ってます。ビーナスラインだったかな?うん。歌で、好きです。はい。エンディングもね、ちょっとあんまり知らない人だったんですけど、なんか、ネットで活躍されてる方なのかね。ちょっとあまり詳しくはないんですけど、結構いい歌でしたね。はい。なので、オープニング、エンディングもぜひ。はい。というわけで、じゃあ次行きましょう。うん。今何分ぐらい ?39 分、40分近いですね。はい。じゃあ次行きましょう。次はね、パリピ孔明。まあ、これは言うまでもないかな。うん。パリピ孔明ね。なんか、ちょっとしたなんか、社会現象とまではいかないけど、ネット界隈でめちゃくちゃ盛り上がってたよね。うん。私がね、クドラジで、去年だったかな、パリピ孔明が、PA ワークスさんでアニメ化されますっていうのを決定したときに、クドラジで喋ったんですよ。うん。で、そのエピソードずっと残ってるんだけど、そしたらですね、パリピ孔明アニメ化実際始まって、今年の春にね、始まって、で、まあ、公式がね、その、踊ってみたの 3D モデルのそのなんだちょっと私あんまその辺詳しくないんだけど、なんか要はダンスの データみたいな、うん、3D モデル動かすためのデータとか楽曲とかを、まあ、皆さん使ってくださいと、もう自由に踊ってみたとかね、踊らせてみたとか、うん、まあ、作ってくださいみたいな感じで公式がね提供してくれたおかげで、もうネット上にいろんな人がね、パリピ孔明踊ってみた。
なんか歌ってみたとか、あと自分の 3D モデル踊らせてみたとかね、もう至るところでね、もうパリピ孔明のもうワードを見るようになりましたよね。うん。多分普段から YouTube とか使ってる人、まあ、とか、まあネットにいる人だったら、もう、2022年の春はもうパリピ孔明見なかった日はないんじゃないかっていうぐらい、もうネット上にパリピ孔明の動画溢れてましたからね。私も YouTube 開けばおすすめにパリピ孔明踊ってみたとか、なんか全然知らない人ね。うん。全然知らない人とかがまあ踊ってて、うん。まあすげえなって思いましたね。うん。まあ確かにね、あのオープニングもやっぱ、なんだっけ、どこだっけ、どこだかの国のね、あのアーティストなんですよね。ちょっと忘れたけど。うん。それの、まあ日本のデビューシングルみたいな楽曲で、なんかパーティーキングだったかな。うん。って言われてる人がね、歌ってる楽曲で、まあすごいね、癖になる楽曲でしたよね。うん。まあなんかダンスとしても、私ダンスのこと全然詳しくないですけど、なんか踊りもさ、なんかすごい難しいっていうよりは、なんかやりやすいね、なんかダンスでしたよね。うん。はい。だからね、本当にまあパリピ孔明はここで私がこう、ああだこうだ言う必要はないと思うんですけど、もう、ね、ネットの評判とか、なんか中国でもね、やっぱ、あ、孔明ってやっぱ中国ですからね、三国志だからね。うん。なんか中国での人気もすごかったみたいで、なんかねえ、なんかすごかったよね、本当にパリピ孔明はね。だからアニメ、いやこの人たち絶対普段アニメ見てねえだろっていうような人たちですら、なんかパリピ孔明踊ってみてあげたりしてるからね。ねえ、やっぱなんかこう、なんだろう、そういった人たちがまあ、踊ってみた、歌ってみたとか出し始めると、やっぱり、ああ、なんか、このアニメめちゃくちゃ影響力あるんだろうなっていう、影響力とも人気あるんだろうなっていう気がしちゃいますよね。うん。というわけで、まあ、パリピ孔明はもうちょっとした社会現象にね、まあ、なるぐらい、うん、ものすごい人気の作品でしたよね。うん。まあ、アニメとしてもやっぱ面白かったし、うん。あとなんだろうね。あ、その PA ワークスさんの作品ではあるんですけど、あの、確か PA ワークスさん初の原作ありのアニメーションなんですよね。うん。パリピ孔明。初らしいんですよ、確か。この前のオリジナルアニメーションの話の時にも、ま、いろいろね、花咲くイロハとか、あと白い砂のアクアトープとか、タリタリ、あとなんだ、まあ、エンジェルビーズもそうか、とかね、いろいろ、アニメ作品ね、作ってる PA ワークスさんですけど、基本的にはオリジナルアニメーションがメインっていうか、まあ、で、しか作ってこなかったと思うんだけど、今回のそのパリピ孔明は、やっぱ原作漫画があって、それを PA ワークスさんがアニメ化するということでもね、まあ、若干私もね、こう、え、みたいな、PA ワークスさん、あ、そうだったの?みたいな。私もそれで気づいたんですけど、ああそうだったっけみたいな、今まで原作ありのアニメ作ってなかったっけかみたいなね感じだったんで、まあどうなるかと思ってたんですけど、まあでも見事にやっぱ PA ワークスさんの良さをね、いろいろ活かして、うん、素晴らしいアニメ作品になったんじゃないかなと思いますね。うん、はい。まあ歌もね、まあオープニングはそのパリピ孔明のね、チキチキバンバンとね、歌でしたけど、まあ、エンディングとかは、あの、気分上々だっけね。とか、うん。あとなんか公式で動画上がってましたけど、なんだっけな。グローブさんのなんか、グローブさんだっけね。パルピ孔明の作品内に登場するエイコと、なんだっけ、やばい、名前が出てこない、名前が。ね、エイコちゃんたちがね、こう、カバーしてね、楽曲歌ったりとかしている動画なんかも公式で上がってて、その楽曲がね、大体やっぱ私が、ね、もっと若い頃、学生時代とかに流行ってたような楽曲だったりするのも、結構ね、個人的にはビビッと来てたね。うん。はい。まあ、なので楽曲のレベルだったり、まあ、アニメの、ね、レベルだったり、
あとはなんだろうね、そのパリピ孔明のその踊ってみたの音源とか、そのデータとかを、まあ、なんだろう、ネット上で自由に使ってくださいっていう風にした、まあ、戦略的にも、やっぱこう、大成功だったんじゃないかなとは思いますね。うん。なんか、でも人気あったから、まあ、2クールとかやるのかなって思ってたんですけど、まあ、そうでもなかったね。うん。普通に1クールで終わっちゃったね。うん。まあ、続きがあるのかな。まあ、原作は全然続いてると思うので、まあ、もしかしたらね、うん。まあ、続きあるのかもしれないけど、今んとこでも情報は出てないんじゃないかな。うん。アニメもね、なんか普通にこう完結みたいな感じで終わったしね。はい。というわけで、パリピ孔明でございました。はい。まあ、これだけね、ネットで騒がれてたんで、見てない人はあんまりいないとは思うけど、もしね、まだ見てない人は、はい。ぜひ、見てみてください。はい。というわけで、今46分。やばいな。前編、中編、後編に分けてもやっぱ1時間いっちゃうの、これ。あと4作品ぐらい残ってるんだけど。はい。ちょっと駆け足でいきましょうか。はい。じゃ続いて、ヒロインたるものですね。ヒロインたるもの、嫌われヒロインと内緒のお仕事。まあ、これはね、ハニーワークスさんの、楽曲をアニメ化したものなのかな。うん。まあ私、ハニワックスさんの楽曲は、まあ聞きますけど、正直そこまで詳しくはないですね。うん。ハニワのね、曲はまあ聞きますし、しかもなんだったら2022年の夏アニメの、カノカリのね、オープニングも、チコビズハニワックスさんで、ね、担当されていますし、今日朝起きたらね、そのチコビズハニワックスさんの、カノカリのオープニングの、なんだっけ、名前、楽曲の名前忘れた。心の地図じゃなくて、それは違う、ワンピースの歌。待って、なんだっけ。なんか、そんな感じの、ね、タイトルの、カノカリのオープニングのね、ミュージックビデオがね、上がったりしてて、ハニーワックスさんはもう、ね、もういろんなとこで楽曲コラボっていうかね、タイアップされてますけど、まあ、そのハニーワックスさんの楽曲から生まれたアニメなのかな？ね。まあでもヒロインたるもの、嫌われヒロインって内緒のお仕事。ね。普通に面白かったです。はい。うん。まあ、楽曲をね、聴いたりしてて、まあなんとなくその、なんだ、どういうお話かっていうのは、どういうお話って言うと変だな。うん。なんて言えばいいのかな。まあ世界観？うん。ハニーワークスの曲を、まあ聴いて、世界観というか、まあいろんなキャラが出てくるんだけど、そのキャラについてとかは、ちょっとだけね、うん。まあ、知ってはいたんですけど、まあ、普通に楽しめましたね。うん。なんだろう、やっぱ、まあ、イケメンが出てくる、ま、アニメではあるんだけど、まあ、普通のそのなんだろう、女の子主人公で、なんか、なんて言うんだ、少女漫画みたいな展開とはちょっと違うんだよね。うん。少女漫画みたいな、まあ、女の子がいて、イケメンがいっぱい出てきて、ワーキャーするっていう作品ではなくて、うん。なんかこう、主人公女の子なんだけど、まあ、なんか馴染みやすい、ね、水瀬さん演じる女の子で、なんかこう、なんだろう。少女漫画の主人公とはまたちょっと違うかなと、うん、感じで。陸上にね、命かけてる女の子で、もう体力だけはあるみたいな。まあそういう女の子だったから。まあそれをね、やっぱ主人公に置いたっていうところも見やすかった点じゃないかなと思うんですけどね。うん。これが多分ね、主人公の女の子が、まあ、いわゆる、なんか普通のって言うと変だけど、少女漫画のね、主人公みたいなタイプの女の子で、まあイケメンわーみたいな感じのアニメだったら私は見てなかったと思うんだけど、まあでもさすがそこは、なんかハニーワークスさんだったのかなと。うん。はい。まああんま詳しくは知らないけどね、本当に。本当に単純に私は音楽が好きでね、聞いたりしてるぐらいなんで、そんな、他のハニワのね、アニメ全部見たりとかしてるわけでもないので、あれですけど、まあ普通にアニメ作品としては、まあ面白かったんじゃないかなと思います。はい。というわけで、もうちょっとあまり時間がないので、
次行きましょう。ヒロインたるもの、嫌われヒロインと内緒のお仕事でございました。はい。じゃあ続いて、アハレンさんは測れないでございます。はい。こちらはですね、ジャンププラスで、現在も連載中なんですかね。私もね、当時ジャンププラスでずっと連載された時から読んでたんですけど、今も連載されてんですかね。うん。まあでも普通に面白かったね。まあ、コメディだし、うん。まあまたね、水瀬さんが、ね、アハレンさん、まあ主人公の、ヒロインか、ヒロインのね、女の子を、うん、やってて、まあ主人公のライドウくん、ライドウくんとのやりとりがね、まあ面白くてね、うん。まあ私原作ずっと読んでたから、まあどういう作品かっていうのは、まあ知ってはいたんですけど、うん。まあでも普通に楽しめました。はい。まあ、いわゆるコメディ。うん。ラブコメ、まあ、ラブコメっちゃラブコメなのかな。まあ、だいぶコメディ寄りのね、ラブコメではあったけど、うん、まあ、最終回にね、なんかこう、ライドウくんとアハレンさんがちょっと、なんか、いい感じになってね。はい。まあ、ちゃんちゃんっていう感じで、うん、まあ、終わったんですけど、まあ、原作もね、まだず、まだついてるだろうし、結構だいぶ長い作品なんで、まあアニメは一旦ここで終わりかなとは思いますけど。はい。まあコメディとかね、ラブコメ好きな人はぜひ見てみたらいいんじゃないかなと思います。はい。じゃあちょっと時間ないと本当につもう飛ばしていきます。次。恋は世界征服の後でですね。はい。で、こちらも、まあだいぶコメディ寄りな、まあラブコメかな。ああ、まあでも、ですね。ラブコメだね。うん、ラブコメ。はい。ラブコメです。はい。なので、あ、そうだね。私今回その、恋は世界征服の後では、まあ、FOD で1週間見逃し配信されてたんで、それで見ましたね。はい。多分クドラジで喋ったんだけど、配信がね、基本されてなくて、うん、確か。前調べた時にね、で、もう見るの諦めようかなと思ったんですけど、FOD でね、一週間見逃し配信やるってことで、もう一週間、もう毎週見逃さずにね、チェックして、なんとか全話見ることができました。はい。まあでも、原作もね、ちょっとだけ読んでたんで、まあ内容はなんとなく知ってはいたんですけど、非常に楽しませてもらいましたよ。うん。まあ、私もラブコメ結構好きなんでね。はい。はい。まあさっきのアハレンさん、と同じになっちゃいますけど、やっぱラブコメとか、うん、コメディ作品とか、まああんまりなんかこう難しいこと考えずに見れる作品だったのでね、うん、なのでまあハレンさんと合わせてね、ラブコメとかコメディ好きな人はぜひ一度見てみてほしいなと思います。はい。じゃあラストですね。ラスト、もう本当に時間ないんでね、もうラストいきますよ。ラストは。スパイファミリーです。はい。ですですって言っちゃった。スパイファミリーです。はい。まあ、これもね、これもまあ、パリピ孔明と同じで、まあ、正直今更私がね、まあ、言うもんでもないと思うんだけど、うん。まあ、原作漫画がね、めちゃくちゃ人気で、もうなんか、ね、なんだろう、アニメ普段見ないような人、普段は見ると言っても1作品2作品ぐらいしか見ないような人が今期何なんかアニメ見てますって言ったら私スパイファミリー見てますみたいなタイプのアニメですねなんかちょっと嫌味な言い方になっちゃうかもしれないけどでもそんな作品それぐらいまあでも影響力のある作品だったのかなと思います。はい。やっぱりさそのアニメを普段見ない人、うん、今一般人って言うとあれだけどまあそこまでアニオタじゃない人が、こう、今見てるアニメとしてあげる作品かな？うん。まあ、パリピ孔明とかスパイファミリーとかさ。うん。ああ、なるほど、みたいな。うん。だからまあ私もだから一般人におすすめのアニメなんですかって聞かれたら、まあだからスパイファミリーかなーとかさ、パリピ孔明かなーとは言いますけど、そこまでだからアニメ見ないような一般人に、いや、バーディーウィングおすすめだからとかさ。ね。恋は世界征服の後でめちゃくちゃ面白いから見てよとかさ。なかなか言えないじゃないですか。なんそれみたいな。ね。反応もらっても困るから。ね。やっぱりこう、なんだろう。一般受けしそうな作品とかさ。
やっぱあるじゃないですか。ね。まあ、今期の2022年夏で言う、夏のアニメで言うと、まあ、一回言ったけど、メイドインアビスとかね、烈日の黄金鏡とか、うん。ね、まあ、アビスも一般受けするっていうか、まあ、なんだろう。ね、アニオタじゃなくても意外と見てる人結構多かったりするから、ね。うん。まあ、そんな作品です。はい。まあ、でも一般受けするってことは、一般受けっていうか、まあ、オタク以外の人でも見てるってことも、まあ、それだけやっぱり人気があって、たくさんの人に見られてるってことだからね。うん。はい。まあ、オープニングもだって、ヒゲダンでしたし、エンディングはね、星野源さんでしたからね。うん。やっぱりもう、違うよね。なんか、狙ってる層がやっぱちょっと違うなって感じしましたよね。うん。他のだってアニメはさ、やっぱオタクを、に焦点を当ててるのか、まあやっぱオープニングエンディングも結構、声優さんが歌ったりとかさ、アニメのキャラたちが歌ってるような楽曲が多いけど、まあスパイファミリーに関してはやっぱその、アニメ普段見ない人でも見るような作品だと思うから、ね、やっぱ、ヒゲダンとかさ、星野源さんとかね、なのかなっていう気はしちゃいましたけどね。まあ楽曲としてもね、すごい、まあ、好きでしたけどね。うん。はい。というわけで、スパイファミリーでございました。はい。もう本当に私から言うことはないですね。はい。確か、2022年の秋だったっけ？続きね。確かワンクール休み、ね、夏休みを挟んで、続きだった気がするけど、確か。うん。なので、まだ完結ではないので、アニメね。うん。まあ、漫画も完結ではないと思いますけど、うん。ぜひ、まだね、スパイファミリー見てない人は、まあ、2022年の秋からね、また続きが入りますので、ぜひ、ぜひ、見てみてください。はい。まだまだスパイファミリーの勢いは止まらないです。はい。というわけで、今回、以上となります。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 かな ?10 作品紹介してみました。結局10作品紹介して、結局1時間だな。いや、これはもうね、3時間超えの作品になるね。うん。ちょっと申し訳ないんだけど、非常に申し訳ないんだけど、これはもう、うん、多分3時間超えの作品になるかもしれないね。うん。前編でもうすでに1時間オーバーしようとしてるからね。はい。まあ、なので、ちょっとだいぶ長いね、話にはなると思うんですけど、今回は前編ということで、中編、後編もありますんで、はい。まあ、ちょっとね、明日、明後日すぐできるかはわかんないですけど、はい。まあ、ぼちぼちやっていきますんで、よければ、中編と後編も聞いてくれると嬉しいです。はい。あ、ちなみにね、今回話した作品の中で、まあ、特におすすめなのは、やっぱり、まあ、バーディーウィング、そしてパリピ孔明、スパイファミリーの3つですかね。うん。とりあえず今回話した中で、まあ、この3つ見とけば、うん、まあ、外れはないんじゃないかなと思います。はい。まあ、それ以外の作品も、ま、おすすめではありますけど、まあ、気になる作品があったら、ぜひ見てみてください。はい。それでは、今回の配信はここまでにしたいと思います。また次の配信でお会いしましょう。バイバイ。